お隣の何人かの方と主を褒めたたえますというふうに握手してください。 3,4 人の方と皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、特別にというか年に、必ずこう来てくださるようにお願いしてあります。ユースエアミッションのナショナルリーダーのですね、吉田先生を今日お迎えしました。どうぞ拍手を持って、お迎えください。皆さんおはようございます。この年が明けて最初の月にこのグレースハウスに来ることができて本当に嬉しく思います。で、本当に今年もね、また何度かここに来させていただくことになると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。実は今回私は、韓国からキャンパスミニストリーのチームがですね、日本にたくさん来てたんですね今回。そしてそのチームが、一堂に会して、新宿の新宿あたりの教会に集まってですね、そしてミッションカンファレンスを行いました。でそのところで、ぜひ最終日にメッセージをしてほしいということで呼ばれて行ったんですけれども、13のチームがこの1月に日本に来てたんですね。でこの13のチーム、韓国のキャンパスミニストリーのチームですから、大学生たちのチームなんですけども、私はこれだけたくさんのチームが来てるので、きっとこの全体的にですね、プロジェクトで今年は日本に来ましょう、沖縄にもこのチーム、一つのチームが釜山に来てくれましたけども、日本に行きましょうというプロジェクトだと思ってたんです。そしたらそうじゃないということですね。それはそれぞれのチームは自分たちで祈って決めて、自分たちが見示されたところに行っていいということなんです。でそれでそれぞれのチームが祈って、13のチームにこの神様が日本ということを語られたんですね。日本各地、北海道から沖縄までいろんなところにこのチームが行きました。広島に行ったり、大阪に行ったり、東京に行ったり、東北に行ったり、北海道に行ったり、沖縄に行ったり、もうこのいろんなところに行ってるわけですよ。そしてこの、日本中で福音を述べ伝えてきたんですね。私はね、このことを聞いた時にすごく嬉しかったですね。それは誰かリーダーが、ここにしましょうと言って、もうみんながじゃあそう、仕方ないな、じゃあ日本に行くかみたいな感じで来たわけではない。神様が全部のチーム、このそれぞれのチームに語りかけてくださった。そしてそれに応答して来てくださった。その13のチームのうちのいくつかは、このもう韓国に帰ったチームもありまして、そこに、集まった、東京に集まったチームは、9つのチームが集まりました。約7、80人ぐらいの、このメンバーたちが集まって、そこでメッセージをさせていただいたんですね。ものすごく燃えていました。熱く燃えていました。で今沖縄でもですね、いろんなことが起きています。沖縄ではもう皆さんの愛するルツさんが今沖縄でスタッフとして奉仕してくださってますけども、第1回目の SBS 聖書学校が始まったわけなんですね。そして今度、今年の5月にはですね、またこの鳥なしと霊的戦いのスクールがこの沖縄で行われるんですね。で多くのチームが沖縄に焦点当ててくださって、ターゲットにしてくださって、そして沖縄に来て宣教の働きをしてくださっています。そして多くのミニスターたちがまた沖縄にも来てくださっているんですね。今ね、沖縄はね、暑いです。もう本当に燃えてますね。そしていろんなことが起こっています。そして今私たちユースイザミッション沖縄では建物を購入しようという計画をしてまして、具体的にこの
物件がもうありまして、そこで交渉して、いろんな銀行との交渉とか、この不動産屋あるいはまたこの売り主さんとの交渉とか、いろんなことを具体的に進めていってるんですね。そしてもうできれば早いうちにこの私たち沖縄ユース・ザ・ミッションの建物を作って、そこにもっともっといろんなこの訓練学校、今 DTS 弟子訓練学校と SBS 聖書学校と、そして鳥なしの祈り学校と今来ますから、今度またさらに賛美学校とか、いろんな学校をここでやっていきたいと思っているんですね。なぜこういうことが今沖縄に起こっているのか、なぜこの多くの人々がクリスチャンたちが日本に注目してくれているのか、それはただ一つの理由ですね。神様が今この日本に時を迎えさせてくださっているということです。神の時が、神の収穫の時が今この日本に来ているんだということですね。私は2014年の年頭にですね、3年前ですけれども、この神様から与えられた御言葉、それは収穫までまだ刈り入れまでまだ4ヶ月あると言ってはならないと、もう畑は色づいていますと、この御言葉が与えられたんですね。そしてこのユース・ザ・ミッションのナショナルスタッフカンファレンスの中で、この収穫の時が来ました。それも大きな大収穫の時が来ています。だから私たちは今大胆に御言葉を述べ伝えていきましょうということを宣言させていただきました。私あんまりね、大風呂敷を広げるのは嫌いなので、なんか適当に大きなことを言っとけばいいとは思ってないんですね。あんまり自分の中に確信がなかったら言いたくない人なんです。でもその時にはあまりにも強くその確信があって、それを宣言しました。そこから その時に私はあまり知らなかったですけども、すでにいろんなところで同じような宣言がいろんな方々を通してなされていたということを、次から次に耳に入ってくるんですね。そしてこの2014年のその時からいろんなものが動き始めました。この沖縄では、私が沖縄にいるから沖縄の動きが顕著に見えますけれども、沖縄ではもう次から次に今まで起こらなかったようなことが、良いことですね、起こっていく。救われなかった人が10年20年教会に来ていながら、イエス様を救い主として受け入れることは拒み続けてたような人が、イエス様を受け入れてハレルヤと主の御名を褒めたたえる、その日全世界が主の御名を高く掲げる、今賛美した通り、このその日というものが今来てるんですね。私たちこのね、賛美をしながらね、その日ってなんかね、いつかそういう日が来たらいいなみたいな感じで賛美してる時がないでしょうかね。その日その日って言いながら、その日っていうのは遠く先のことで、何かあんまり実感がない。ああ、その日全世界が主の御名高く掲げるんだ、この救いの御業が全地を覆うんだ、そういう時が来るだろうけど、まだだろうなって私たちクリスチャンはよく思うわけなんですね。聖書の中でもその日という言葉がよく使われます。その日、それは主の時です。主が偉大なる御業を表し出されるその日、それは必ず来る日なんですね。私たちに何かね、人参をこうぶら下げてね、この馬をこうやるように、その日その日とかね、期待をさせながら、その日は来ない、その日は来ないけど、それを期待を持たせて今日のこの日を頑張らせよう、こういう神様のご計画ではない。その日は必ず来る。そしてその日は私たちが見るかもしれないんですね。そして私ははっきり確信しているのは、その日というものは限りなく近づいている。私たちはその日がいつ来るかということは分からないんです。でもいろんな周りの状況を見るにつけ、私たちはその時が近づいているかどうかというところは分かるわけなんですね。そして神様は私たちにそのいろんな印を見せてくださっている。その日はもう皆さん近いですよ。この全地が主の御名を高く掲げ、救いの御業がこの地を覆っていく。皆さんその日を見たいと思いませんか？見たいならば、私たちは役割があるんですね。私たちはその日をただここに座って、まだかな、その日
じっと待ってる。それは神様の御心ではないわけですね。そして私たち一人一人にそのために必要なものが与えられている。私たち一人一人に神様がいろんな賜物をくださっている。今日のメッセージのタイトルは飯と賜物というタイトルでお話をさせていただきます。飯と賜物、お祈りいたします。全能なる神様、どうぞ今あなたが私たち一人一人の目を開いてくださいますように。その日が限りなく近づいてきている、その時にあって今私たちが自分のなすべきことは何なのか、自分が今その日に向けてどのような役割を果たしていくべきなのか、神様どうぞ私たちの目を開いてください。神様、そして私たちの喜びがさらに増し加えられていくことのできるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書の17章21節から23節までを開いていただきたいと思います。ヨハネの17章、ヨハネの福音書17章の21節から23節まで、それでは短いですから皆さんご一緒に新改訳聖書でご一緒に読んでいきましょう。21節、はい。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。アーメン。この17章は、イエス様の祈りがこの捧げられているところですね。その17章の前ではこの、決別説教といわれる、このこれからイエス様が天に昇られていく、そのことを弟子たちにこの伝えて、これから別れるんだと、この今までは一緒に過ごしてたけども、これからはイエス様が天に向かっていかれる、その道を歩んでいかれる、その別れの説教をした、その後の一つまとめ的な祈り、大祭司の祈りとも呼ばれる箇所がこの17章なんですね。そしてこの17章では3つの祈りの対象があります。一番最初、一節のところから始まっていくその最初の祈りは、イエス様ご自身のことについてイエス様がお祈りをされています。ご自身のためのお祈りをしていらっしゃる。そして途中からは弟子たちに向けての祈りがされています。そして3つ目のパート、今読みました21節、その前の20節のところをちょっと見ていただくと、こう書かれてありますね。私はただこの人々のためだけでなく、弟子たちのためだけではなく、彼らの言葉によって、すなわち弟子たちの言葉によって、私を信じる人々のためにもお願いしますと。この言葉の後に21節からの祈りの言葉が続いていく。すなわち弟子たちを通して救いに導かれる人たちがこのようになってほしいという祈りがここに書かれてあるわけですね。で、この弟子たちに対する祈りと弟子たちを通して救われる人たちのための祈りということ、その中には共通したものがある、そして何度も繰り返されてあるものがある。何でしたか皆さん、読んでて気がつきませんでしたか。何度もこの短いこの箇所に同じことが繰り返されています。それはそうです、一つになるということです。まさしくこの21節から23節まで全ての節に一つになるという言葉が書かれてくるんですね。何度も繰り返し繰り返し繰り返し、この一つになるということが、実はこの神様が私たちに求めておいでになることです。私はこの1995年の時にですね、この本当にこの神様に私の
なすべきこと、私のビジョンは何ですか、私がこの生涯をかけてやっていくべきことは何ですか、そのことを必死に祈ってた時があったんですね。その時に神様が答えてくださったのが、このすべての教会が一つになること、そのことを追い求めなさいということでした。そのためにあなたを用いますということでした。その教会が一つになる、実は非常にこれが難しいことですね。いろんな教団教派があり、いろんな考え方があり、そしてこの表面的には仲良くしているように見えても、実はお互いに、いやあそこはちょっとねとか、あそこはねっていろんないがみ合いがある。このいつも私たちの中では一つになる力よりも分裂する力の方が強く働いていく。それがこのサタンが私たちに策略してくることですね。でもそれが一つになるということが神様の御心である。そしてこの一つというのは、この単一のものになるという意味ではないわけですね。一つ、この、ユニゾンという言葉とハーモニーという言葉が音楽的にありますけども、ユニゾンというのは単一の音です。ですから単一の音、同じ音が複数重なり合うこと、それがユニゾンですね。もしここに3名の方がいらっしゃってユニゾンで歌うのならば、3名がみんな同じ音で歌うわけですね。でもこれは全員が同じでなければいけません。しかしハーモニーは全ての音が違うわけですね。ハーモニーは調和です。そしてハーモニーはそれぞれの個性が現れるものです。その個性が一人一人が現れてて、それが同時に奏でられるときに美しい調和の取れた音が出てくるわけですね。単一の音では決して生まれない、そのハーモニーがそこに奏でられていく。この一つになるという意味は、これはハーモニーなんです。そしてハーモニーを考えるときに、私たちは一人一人の個性が重要になってくるんですね。もし誰かと同じように自分はならないといけないと思うようになってきたら、もし自分は自分の良さが分からずに、あ、自分は何かね、人と違うからおかしい、そう思い始めて、自分は他の人と同じように行動し、同じように考えて、そして同じように私たちがなっていくのならば、そこにハーモニーは生まれません。そこにあるのはユニゾンになっていく。でも完璧に一つになるということはないんですね。このユニゾンがきれいになるためには、本当に全員が全く同じにならなければいけない。でもね、それ不可能なんですね。ユニゾンももちろん全員が全く一緒になれば、それはそれですごい迫力があると思いますよ。でもそれは不可能です。でも一人一人が自分の個性を大切にしていくときに、自分に与えられた賜物を発見して、そして自分に与えられた役割をはっきりと分かっていくときに、私たち一人一人の違いというものがこのハーモニーを生じさせていくことができるようになる。それこそが神様が私たちに望んでおられる一つになるということなんですね。それがかぐわしい香りとなって天に立ち上っていく。創世記開いてみましょうか。創世記の一章、読んではいきませんけども、話を聞きながら少しこう目を通していっていただきたいと思いますね。何を教えるにも、どのテーマで教えるにしてもね、創世記の一章二章のあたり、ここに立ち返ると必ず、そこにいろんな宝が隠れてますね。なぜならば、神様はもう創造の始まりの時にいろんなものをもうすでに定めておられるからです。そこにいろんな、この神様がこれからどういうふうに世界を導いていこうとするかということが、実はいろいろ含まれてるわけですね。ですからこの創世記の一章を見ると、初めに神が天と地を創造されたというところから始まっていきますね。もうよく皆さんご存知のところです。初めにあったのは何ですか？初めにあったのはもちろん神様が初めにありましたけども、ここで書かれている初めにあったのは闇ですね。この闇がそこにあった。その闇があるところに神様が光をあれとおっしゃった。そして光がそこに与えられた。その後神様は次から次にいろんなものを創造していかれるわけですね。光があって、闇と光が区別され、大空を作られた。この大空には大空の上の水が作られ、大空の下の水が作られた、ね、
要は大空っていうのはその上の水と下の水の真ん中ということですね。この下の水は水が一つところに集まって海を形成し、そして海と対比して陸地、乾いた地というものがそこに生じさせてくる。そしてそこの乾いた地というのは植物を育てていく役割が与えられたんですね。そして今度は光るものを作りなられた。小さい方には夜を司らせ、大きい方の光るものには昼を司らせたと。面白いですね、ここもね。ここにも実はものすごいこの、天文学者がずっと後世になって分かることがもうこの創世記の始まりに書かれてあるんですね。なぜならば私たちがこの地上から月を見るとき、太陽を見るとき、どっちが大きいですか？私たちが地上から見るときに月を見た方が大きく見えるんですね。太陽の方がちっちゃく見えるんです。だから私たちがただ単に空を見上げてこの言葉を書くならば、大きい方が夜を司らせるわけです。小さい方は昼となるんです。でも聖書はそう書きませんでした。それは大きい方、太陽が昼を司らせて、そして小さい方の月が夜を司らせる。もうすでに神様は太陽も月も星々も全てがその主の御手によって創造されたものであるから、天文学者の研究は必要がない。そういうものによってこの聖書が内容を決めてられていくのではなく、神様は全てをご存知であった。そしてここにそれが記されたわけですね。そしてそれぞれに役割が与えられていきました。空、水の中の生き物が作られ、空を飛ぶ鳥が作られ、それぞれに種類が生じさせられた。家畜、這うもの、野の獣を作られ、そして人が作られたんですね。人には何が与えられましたか？この全ての作られたものを支配するようにという役割が与えられました。そしてそこからこのアダムとエバを通して子孫が次から次に生まれていくわけです。皆さん、この聖書の中にはいろんな名前が出てきます。この聖書に出てくる名前全部言える人いますか？私は言えません。言える人がいたらぜひ教えてください。すごいと思います。でもこのそれほどに多くの名前が書かれてあるんですけども、この中にあなたの名前はありますか？私はあります。聖書に、自分の名前は聖書って分かるように名前を書いてますから。じゃあそういう意味ではないですね。この記述の中に、本の中にありますか？もちろんないですね。考える必要ないです。あるわけがないんですね。私は娘がバレエを、2人ともバレエをやってたんですけども、下の子は今は高校2年生で、今度高校3年生になりますけども、下の子は今もバレエを続けています。それで、バレエのこの公演があるんですね。発表会があったり、いろんなところで公演とかをやったりするんですけども、その公演がやるときに、行くとパンフレットが配布されます。パンフレットを開いて最初にやることは何ですか？自分の娘の名前を探すんですね。どこかな、どこかな、どこかなって。そして名前があると、あったあったあったって、ここあるある、これあるこれこれ、この演目で出るんだって言ってね、嬉しくなるわけです。でもね、役があんまり大した役じゃないときに、その他大勢のときに名前出ないときがあるんですね。そのときにはがっかりするんですね。あ、名前がないな。でも役付きのこの演目をするときに、そのときには役名が書かれてあって、そしてその下にこの自分の娘の名前が一人だけ書かれてあるんですね。そうするとね、もうテンションはガーンと上がります。もうすごい嬉しい。もうこの公演を見るね、モチベーションがめちゃくちゃ上がってくるんです。そしてワクワクしながらそれを見る。私たちの名前がもし聖書の中にあれば、すごいテンション上がると思います。でも残念ながらないんですね。これから書き加えない限り、それはありえないんですね。でも書き加えちゃったら危ないんですね。ですから私たちはここに入ることはできない。じゃあ私たちの役割ってあんまり重要じゃないでしょうかね。私たちの役割がここに入ってないんだったら別にね、
いてもいなくてもいい感じ。あのバレエの中でも演目で、もう一人で踊るソロのパートと、あとその他大勢で10人とか20人ぐらいで一気に踊るものとあるわけですね。で私は、まあ、バレエの先生とかからすれば一人二人抜けることは大きなことかもしれないけど、素人の私の目から見ると、あ、この中でもし一人二人やる気がなくなって抜けてもあんまり関係ないだろうなと思うんです。でそんな感じで私たちクリスチャンは日々ね、この信仰生活を続けていることがあるんですよね。自分がまあね、ちょっと今日いまいち乗り気じゃないねって、乗り気じゃないからまあもう礼拝も行かなくていいんじゃないかなって、乗り気じゃないからもうこの奉仕もちょっともう今日はパスねみたいな感じでね、私たちは考えやすいんですね。でそれはなぜか、なぜそう考えるかというと、それは自分がその他大勢の一人だと思ってるからです。でもね、もし皆さんがそこでメッセージをする役割だったら、あなたが証しをする人だったら絶対来るんですね。私も沖縄で長教派の働きをよくやるんですけども、長教派の働きで牧師を出席させるために何が必要か、役割を与えることなんですね。何々委員会の何々委員長とか、その役割を与えるとその集まりに来てくれるんです。でもその役割がないとみんな来ないんですね。で、自分が委員長になると教会の人にも呼びかけてくださるんです。だからいろんなね、委員会を作ったら動員は結構いっぱい来るわけですね。ですからいっぱいいろんな委員会が出てくる。なんかね、これ必要かなと思うようなものまで出てくるわけです。でもそれが私たち人の心気持ちなんですね。自分がなんかこう中心的に来ていると、あ、自分がいないとこれが成り立っていかないな、とこの委員会も進まないな、そう思ってくると何としてでも行こうという気持ちが出てくる。でも自分がいなくてももうことが進んでいくから、ちょっともう忙しいからね、ちょっと今日は別のことやろうかなって、そう思ってしまう。これが私たち人の考える方法ですね。でも実はね、私たちはこの聖書の中には記されていないんだけれども、もっとすごいところにあなたの名前が記されているわけですね。もう皆さん教会にずっと来ている方はお気づきでしょう。どこに記されているか、どこに記されてますか。2つあるんですけどね。これは1つは詩篇の139編を開くときに、神様が母の胎であなたを形作った、詩篇139編の16節のところでは、そしてその命の日が一日もないうちにあなたのすべてがこの神の書物に書き記されたとあるんですね。そしてこれはあなたのすべてです。あなたの名前も、あなたのこのこれから行っていくべき役割も、あなたが歩んでいくその祝福の道のりも、神様がそこに記してくださった。それが神様がこの神様の持ってらっしゃる書物にそれが記されているわけなんです。そしてもう一つ記されている場所がある。どこですか。神様の手のひらですね。神様の手のひら、イザヤの49章16節で、神様の手のひらにあなたの名を刻んだと書かれてあります。手にね、よくメモ書きする人がいますね。メモ書きしてね、見た感じ汚いですね。私あんまり好きじゃないんですけどね、自分の手に書くのは。で、でもどうして手に書くんですか。その手に書くのは目立つからですね。そこを忘れない。手っていうのは意識して見なくても自然と自分の視界に入ってくるものです。だから何をしてても目に入るんですね。その目に入るところにあなたが刻まれてるんですね。あなたの全てがその手に刻まれてる。ですからこれは実は聖書にはとても大切な人たちが記されています。そしてその大切な人たちの歩んだ信仰を通して私たちはいろんなことを教えられるし、この大切な人たちの作ってきた土台の上に今の私たちがいるわけなんですね。でももう一つ同時に、私たちもまた神様は
決して大切じゃないからここに書いてないわけではなく、大切だから神様の手に私たちをいつも書き記してくださっている、刻んでくださっている、そして私たちに大切な役目を与えてくださるんですね。私たちがどういうふうにこの踊り、どういうふうに奏で、どういうふうに私たちがこの人生を生きていくべきなのか、そのタイトルが書かれてある。それこそが私たちにとっての飯なんですね。その飯に私たちが進み歩んでいくときに、実は私たちはこの喜びというものが全くものへと変えられていくことができる。私たちの喜びというのは、いろんな形で喜びを感じ知ることができます。楽しいことをすれば喜びます。そしてまたいろんなことがうまくいけば喜びます。でもね、私たちが主の御心に歩み、その召に従って自分に与えられた賜物を用いた時、その喜びに勝るものはありません。私たちが自分がこの神様の壮大なるご計画の中にあって、もうこの何千年という間に神様が作り上げられたこのご計画の中にあって、私たちがそこに一つの役割を果たすことができるときに、それは私たちにとって最良の喜びとなっていくんですね。神様はこの喜びを私たちに味わいさせたいんです。神様は私たちに何かね、もう働け働け、教会のために働け、宣教のために働け、神のために働けと言ってね、もう何かこうことを、このプロジェクトを、壮大なプロジェクトを完成させるために、私たちをただただ仕事をさせる存在として見てらっしゃるのではない。神様はこの壮大なプロジェクトの中にあなたを招き入れてくださった。そしてあなたがその与えられた賜物を用いて喜んでこの神様のプロジェクトを一緒に前進させていってほしい、そのことを願っておいでになり、そしてその素晴らしい特権を私たちに与えてくださったわけです。これが神様のご計画なんですね。そして今私たち一人一人はこの特別な役割の中で、特別な価値のある存在として、私たちは今日というこの日を生き、そしてまた明日を迎えていくことができる。この壮大なご計画の中で皆さんの役割は何でしょうか。神様があなたに託しておいでになる、その役割はどこにあるでしょうか。私たちはその役割を見ていくと、その役割、召しというものをしっかりと受け止めていくときに、私たちは次に何をしたらいいかということが分かってきます。その召しが私たちの中でクリアになればなるほどに、自分に与えられた賜物をどのように用いていったらよいのか、そのことがはっきりと分かるようになります。そして私たちはそれぞれ一人一人が一つとなっていくために、それぞれの違いがどのように自分に影響してくるのか、そのことをはっきりと理解することができるようになる。違い、この先ほど一つになるということはハーモニーと言いました。違いが、一人一人の違いが一つになるときに、そこに美しい調和、そして美しい音色が奏でられていくこと、それがこの神様の求める一つになることであると言いました。でもね、実際のところ私たちはそれぞれの違うっていうところが難しいんですね。自分が価値を持つようなところに他の人が価値観を持ってくれない。共同生活をするとすぐにそれが分かります。DTS でも共同生活をして、今まで自分の好きなように生きてたのに、共同生活をするとみんなが違う価値観がある。一つのことをやるにしてもやり方が違う。だから私たちはその違うことでイラ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 するんです。なんでこういうふうにするのかな、どうしてかな、こうやった方がもっといいのに。でもそれは私たちにとっての大きな祝福である。それはなんか頭で分かりながらでも難しい。それが私たちの弱さなんですね。この自分にないものを他の人が持っている、他の人にないものをあなたが持っている、そしてその
2人が3人が4人が5人が10人が多くの人たちが一つになるときに、私たちはそこに何かを生み出していくことができる、主の御心を表し出していくことができるんですね。最初にこの創世記の2章のところで、この神様が男と女を作られた。そしてこの男と女、先週の説教でも確かそのことでしたね、助けてということでしたね。昨日一生懸命見ましたで助けてということでした。でこの男と女、このヘブル語を見るときに、男を表すヘブル語にないものが女を表すヘブル語の中にあるんですね。まあ、ヘブル語ってなんかこんな記号みたいな感じに見えますけども、そのないものが女性にある。そしてこの女という単語を表す文字の中にないものが男という表すヘブル語の中にあるんですね。でこのそれぞれにないものがありますね。相手が持っていて自分にないもの、それを組み合わせるとどうなるか、それはヤーという言葉になるんですね。ヤー、ヤーというのは主ということです。要は私たちの男と女のそれぞれにないものが組み合わせられるときに、この主の栄光が表し出される、ヤーなんですね。私はヘブル語のことなんて全然知りません。こういうことを研究してくれる人がいますから、その研究している人がこういうことを教えてくれるわけですね。嬉しい、感謝します。でこの、ヤーという言葉ですから、私たちは自分一人だけでは不完全であるということです。そしてそれはこの夫婦の関係を通して神様が私たちにそれを教えてくださると同じように、キリストの体という関係の中にあって、また私たちは自分一人では不完全であり、そして他の教会のメンバーの存在が必要である、助けが必要であるということなんです。皆さん、キリストを頭なるこの体、キリストが頭ですね。そして私たちは体ですね。この理解皆さん持ってますよね。で私たちはじゃあそれぞれが目であり、耳であり、口であり、鼻であり、手であり、足であり、いろんな器官を担うこと、それも分かりますよね。そうするとこのキリストの体という中に、このグレイスハウスの皆さんが一人一人どこかにこう当てはまっていくわけですね。そしてそこで一つの体が形成される。これは素晴らしい麗しい姿です。そしてそこにこのいろんな賜物が表し出されていく。今日の午後のセミナーでこの賜物のことを学んでいきますけども、賜物にはいろんな賜物があります。聖霊様を受け入れることによって聖霊様が現れ出てくる賜物もあれば、あるいはまた私たちが生まれつきに神様が備えさせてくださっているこの自分の人格を形作るような賜物もあれば、神様は私たちにそれぞれのこの教会の中での役割を明確にさせるために、御益者の賜物というね、使徒、伝道者、教師、牧師、なんだっけ、預言者とか、こういうね御益者の賜物とか、そういういろんな役割、御益者の働きとか、そういういろんなものを神様は私たちに示してくださっている。そしてそれらのものを私たちがしっかりと自分の役割を受け止めて、それをキリストの体の中で用いていくときに、そこに神様の御業が現れるんですね。でも皆さん、このキリストの体ということを考えるときに、このグレイスハウスだけで終わるわけではないんですね。もし私たちがこのキリストの体の単位をじゃあ少し広げて、じゃあこの東京都のキリストの体と考えるときには、同じ頭はイエス・キリストで同じです。でもそれを構成するいろんな機関が、いろんな教会が入ってくることになります。もし私たちがこの単位を国の単位に広げていくことができるならば、私たちはこのキリストの体の中にいろんな国々がそれぞれの役割として入ってくることができるんですね。ですから私たちはキリストの体ということを考えるときに、この自分たちの身近な存在だけで考えるわけじゃないです。そして私たちはこの全世界のいわゆる一つの教会、それが私たちのキリストの体でしょう。ですから私たちはこの、
何いくつ教会が全世界にあるか分かりませんけども、そのものすごい数の教会だけキリストの体がいっぱい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 あるのではなく、実は私たちはこの世界中に一つのキリストの体がある。そしてそれが一つに組み合わされていくときに、そこに麗しい主の香りを放ち出していくことができるようになるんですね。そして私はこの全世界が手を取り合って主の御業を行っていくときに、ものすごい力があふれると思います。しかしその中でも特にですね、この近年ずっといろんな人を通して語られていること、また私自身もそのことを例において受け止めていること、それは日本と中国と韓国、この3つの国が一つになっていくときに、そして宣教の御業を行っていくときに、爆発的な力が世界中に発信させられていく、そのことを私は例において信じています。でこの中国、韓国、日本、それぞれにまた役割があるんですね。イザヤの27章の1節のところにですね、開いても開かなくてもいいですけども、そこに主の剣が表されているんです。主の剣、イザヤの27章1節です。この主の剣はレビアタンを追いかけ回してレビアタンを滅ぼしていく、その剣なんですね。レビアタンというのはこの悪霊の力です。そして惑わしを与えるものであり、この混乱をもたらすもの、そのレビアタンの力を主の剣が打ち滅ぼしてくれる、それがこのイザヤの27章1節に書かれてあるんですけども、この剣を形容している言葉が3つあります。1つは鋭い、1つは大きな、そして一つは強い。この三つの形容詞、えらいこのね、念入りにどれだけこの剣の力が大きなものであるかということを表現しているわけなんですけども、実はこの祈りの中でこの三つがこの日本、中国、韓国、そのことを表しているということを啓示的に受け取りました。もちろんこのイザヤの27章1節がこの三国のことを言っているとは思っていません。これはもっと、違うことだと思いますけれども、しかし今のこの現代のこの時代の中にあって、このことを一つの予言的なものとしてね、捉えることができるなと思うんですね。鋭い、それは日本です。そして本当にこの大きな、それは中国です。そしてその強い、それは韓国です。私の中で、ああ、なんかこれがすごく当てはまる、すごいこの3つの国が1つになるときに、それがレビアタンの力を打ち砕いていく剣になっていくんだなということ、そのことを非常に啓示的に思わされるわけなんですね。実はこの先ほども少し言いましたけれども、この5月に、鳥なしの祈りの学校が沖縄で行われます。でこれは、沖縄のユース・イザ・ミッションが運営する学校ではなくて、韓国の最終島にある学校なんですね。それを学校が3ヶ月間の講義があるんですけども、その中の、最後の1ヶ月の部分を沖縄で行うんです。そしてそこに30名ぐらいの生徒さんたちが今集められています。その30名の生徒さんは韓国人が多いですけども、中国本土の方からもたくさん生徒で来てるんですね。そしてまだ日本の生徒さんが与えられていません。でもここに日本の生徒さんが与えられることを祈っています。そしてもし仮に与えられることができなかったとしても、この中国と韓国の2カ国で構成されるこの鳥なしの祈りの学校が沖縄で行われる、私たちはそこに、一緒に活動する時を設けてですね、一緒にこの沖縄日本のために祈る時を持つことを計画しています。ここに素晴らしい主の御業が表されると信じているんですね。神様が今時をこの日本に設けてくださった。そしてこの時が今この日本に来ている。この時はでもいつまで続くと思いますか？いつまで続くか分からないんですね。時っていうもの、収穫の時っていうものは期間があるんですね。そうでしょ？この農業でも何でも収穫の時期を逃してしまって、ずっと実って状態のままにしていると、それは実が落ちてしまうし、腐れてしまうし、もう熟しすぎてダメになってしまうんですね。
だから収穫っていうのはタイミングが大切です。早すぎても遅すぎてもダメ。そのタイミング、その時を逃してはならない。だから皆さん、今この現代、私たち今生きている私たち信仰者たちには非常に大きな役割が与えられていること、そのことに目を開かなければいけません。今時が来ています。時が来ているということは、素晴らしい主の御業を次から次にこれから見ていくことができるんです。その見ていくことができる特権を預かると同時に、皆さんがそれを見ていくための役割を神様が与えてくださっている。それが私たちの賜物を通して発揮されていくことなんです。皆さん一人一人が賜物を持っている。そして皆さん一人一人がその賜物を差し出していく。もはや自分が生きているのではない、イエス様が自分の中に生きていてくださる、その信仰の中でただただ自分を差し出していく。あなたが他の人と違うところがあるかもしれない。もしかしたらその違いがあなたの悪いものだが、もちろんそれは変えなきゃいけません。でもあなたは変えなくてもいい違いというものがあります。それはあなたの賜物なんですね。その賜物、感性、いろんな物事の見方、あなたのできること、そのいろんなものが差し出されていく必要があるんですね。多くの人が自分ができることはあんまりにも小さすぎますと、自分は本当にね、こういうものを何の役に立てるかわからないぐらいのものです。重要なんです。それが重要なんです。そのあなたが思っている、自分のこんなちっぽけと思ってるあなたの賜物が、実は神の計画の中にあってはしっかりと役名がついてるんですね。役名がついて、あなたの名前がそこにある。それほどに重要な役割を神様は皆さんに委ねておいでになる。そして私たちはこのキリストの体を構成していく、この大きな全世界の一つのキリストの体を構成していくために、まず大切なことが、この小さな一つの教会の体をしっかりと築いていくことなんです。私たちが賜物を用いて、このキリストの体、ここで言えばグレースハウスを立て上げていくときに、この大きな世界中の一つの体にそれはつなげられていくことができる。私たちの中でもうあちこち分もうバラバラになってて、あれもう自分勝手に好き勝手にいろんなことをやっていく、あるいはまたもう本当にもう自分はもうやめたと、あんまり奉仕もしないっていう感じになってしまうと、そうすると弱くなります。今いろんな教会の中で今人々が立ち上がっていかなければいけない。そして私たちはそこに助け合っていかなければいけない。この私を使わした方の御心を行うことが私の食物ですとイエス様はおっしゃいました。私たちも主の御心を行っていく。この私たちは賜物というものをしっかりと自分の中で見出していくときに、その時にもっと私たちはこの自分が飯に対してどのような飯があるかということを、そのことが分かるようになってきます。もし私たちが飯というものをもっとはっきりと受け取っていくことができると、その飯に向かって自分の賜物がどう用いられていくか、そのことが分かるようになっていきます。すなわちこの飯と賜物というのはいつもお互いに相互的に関わり合ってくるんですね。そして私たちにはその賜物がすでに与えられているんです。ここにいる一人一人が抜けてはいけない、欠けてはいけない大切な存在である。いろんなこの大型の鳥がですね、渡り鳥とかが空をずっとね長距離飛んでいく時があるじゃないですか。でその時にどんな体型で飛んでいきますか。この大型の鳥が飛んでいく時にはこう V 字型にこう飛んでいくわけですね。一番先頭の鳥がいて、その鳥からずっとこの V 字型に広がっていって、この、飛んでいくわけです。長距離を飛んでいくわけです。これには重要な意味があるそうです。それはこの大きな鳥の場合、この羽ばたいているこの翼の影響で気流が生じるんですね。そしてこの翼の先から後ろの方に一つのこの乱気流が生じる。
そしてこの翼の乱気流が生じたその斜め後方の方に向かって実は少し上向きの気流が生じるんです。ですからこの斜めに飛んでるということはその後ろに連なっている鳥たちは助けられてるんですね。ですから力を少しセーブしながら同じスピードで飛んでいくことができる。だからこの先頭を飛ぶ鳥というのは時々変わっていくんですね。変わってそしてこの全ての群れを導いていく。でもリーダーというわけじゃないんです。みんなが変わっていくんですね。これがキリストの教会にも必要なんですね。このこういったものというのは実はいろんな、ね、スポーツの中にも使われています。自転車、私は昔自転車 の競技とかをやってた時期が若かりしことにあったんですけども、この自転車などでもですね、ずっとロードレースをしている時には前を行く人の真後ろにピタッとものすごい近い距離でピタッとつけて走っていくんですね。そうすると空気抵抗を受けないからこの力が少なくて済むんですね。一番前の人は空気抵抗を受けているから同じスピードで走りながらどん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 体力を消耗します。でもこの、グループで、チームトライアルをするときにはですね、先頭が次から次に変わっていくんです。先頭が疲れてきたと思ったら一定期間時間を走ったらシュッと横に引いて次の人がシューッと前に出てきて先頭の人が一番後ろに行きます。これを繰り返していくんですね。これを繰り返していくとすごいスピードを維持しながら、長距離を走っていくことができるようになる。私たちのキリストの体、私たちのこの教会、それはお互いに助け合っていくんです。誰か一人がずっと先頭を走り続けてたらダメです。私たちは教会の中ではいろんな役割があります。牧師があり、あるいは伝道師がいたり、あるいはまた教師がいたり、いろんなことが役割があります。ですからその役割はコロ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 変わるわけじゃないです。今週は堀井先生が牧師で、来週は別の方が牧師でみたいな感じでくる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 ね、変わっていってはダメですけども、しかし私たちはいろんな霊的な意味において、いろんな奉仕の中にあっても一人一人がね、どん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 ね、先頭に立っていったり、どん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 お互いにね、サポートし合ったりしていくんです。そうすることによって私たちの賜物っていうものがどんどん用いられていく。そうするとどうなりますか？喜びがあふれていくんですね。私たちがどうしてこの教会にいるのか、そのことがはっきり分かるようになる。私たちがどうして神様によって召されてクリスチャンになったのか、そのことが分かるようになってくる。そして私たちは今まで信仰生活の歩みが何かいつもちょっと先ちょっと先ちょっと先ばっかり見てたものが、大きなビジョンがそこに見えてくる。大きなビジョンが見えてくると私たちはね、もっと力が出るんです。私たちは先にどこに到達するかということが分かると、そうすると自分がいかにそこに近づいているかということがはっきり分かってくるから、そうすると疲れなくなってくるんですね。何でもね、行き道は長く遠く感じるじゃないですか。でも帰りは近く感じる。それは分かっているからです。だいたいどれぐらいかかるかということが分かっているから。でも行くときにはどれくらいかかるんだろう、どれくらいかかるんだろうと思いながら行くから、だからすごく遠く感じるんですね。それは私たちがビジョンがない、飯がはっきり分かっていない、その状態です。そうすると私たちの信仰の意味は大変です。でも私たちの飯がクリアになっていくときに、それは私たちはもっと力が出てきます。そしてそこに一人一人の賜物が一緒になるときに、その時に渡り鳥がこの V 字型で飛んでいるのと同じように、私たちはお互いに助け合っていくことができる、お互いに補い合っていくことができる。そしてこの男性と女性のそれぞれのヘブル語のない部分を組み合わせた時に、ヤーという言葉、シュという言葉がここに生じるように、この私たちはこのお互いの一人一人の行いを通して主の栄光を表したいということができるようになる。それが神様が私たちに与えておいでになる役割なんですね。神様がそのような道を私たちに示してくださる。さあ皆さん、これから皆さんがどのような召しがあるのか、どのような賜物があるのか、そのことを発見していくのは皆さんの歩みです。私はそれを言うことはできません。でも皆さんはそれを気づいていくことができます。そのために私たちは神様を見上げていきましょう。
そのために私たちは大きな期待を持って自分自身を差し出していきましょう。お祈りいたします。全能の神なる神様、あなたが私たちに素晴らしいご計画を持っておいでになることを心から感謝いたします。私たちのすべてがあなたの書物に書き記された、私たちのことがあなたの手のひらに書き刻まれている。神様、それはあなたがどんな時も片時も忘れることなく私たちのことを思い続けてくださっていることであり、そしてまた私たちに大切な役割をその任命してくださっていることを表しています。神様、どうぞ今私たちの中にあなたがどのような素晴らしい賜物を与えてくださったのか、そのことに目を開かせてください。そして私たちがその賜物を用いてどのように主の栄光を表し出していくことができるのか、あなたの召しを明確に示してください。どうぞ今私たちの喜びが全くものへと変えられていくことができるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。はい、吉田先生ありがとうございました。午後なんですけれども、ですね、予定では2時から4時、でも食事の支度が食事をしてから少し準備早くできるようでしたらば少し繰り上げて始めていきたいなというふうに思います。送っていただいた資料をこう見て、皆さんのこう参加、前回参加された方は分かると思います、参加型のセミナーですので、それから私たちがこう本来与えられている丸つき持っている賜物と、それから聖霊様によって与えられている賜物がありますね。で、その具体的な賜物の価値であるとか、また私たちは長所もあるし、また弱点もある、それぞれ与えられている賜物がこう発展的にこう用いられていくように具体的にこう考えるチャンスないと思いますので、お時間のある方はぜひ参加してください。ちなみにこう参加できそうな方はいらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。